にちは、丸谷絵乃です。さあ、集まる動物森やっていきましょう。スタート。えい。はい、ということで今日はですね、フララのお家を移設していきたいと思います。前回タコリーナのね、お誕生会の時にフララがね、タコリーナをお祝いしに来ていたので、タコリーナのお家の横にフララのお家を建てたいと思います。それでは行きましょう。はい、到着しました。タコリーナのお家がね、ここにあるので、今日はフララのお家をここに建てたいと思います。それでは島クリエイターを起動していきましょう。島クリエイターを使って島の開発工事を始めようかな。始める。工事の許可を取得しています。島クリエイターの準備ができました。工事中は必ずヘルメットを着用し、安全第一で作業をしましょう。変身。よし、じゃあね、タコリーナのお家は砂にしたんですけど、フララのお家はテラコッタタイル、こちらを塗っていきましょう。なんかフラミンゴだからさ、やっぱ水物がいるかなと個人的に思ってるので、フララのお家にはプールをね、ちょっとつけてみようかなと思います。よし、塗れた。これでオッケー。よし、はい、全部塗り終わりましたので、次はね、柵をつけていきましょう。レンガの壁借りるかな。レンガの壁持ってきたけど、よいしょ、できた。柵立てれましたね。じゃあここの前に生け垣も立てていこう。生け垣はここと、ここと、このね、柵の前に生け垣を立てていこう。よし、あとここだね。で、ここは土の道で、これね、入り口を作ってあげる。うん、いいね。で、ここにね、お家を建てて、ここにね、プールを建てていきたい。プール足りるかな。横幅がちょっと心配だけど、オスのフラミンゴ、これだね。プールでかいぞこれでかいぞ。ちょっとこれ置けるかな。一番とりあえず端まで持ってって、え、これ足りるかな。これ何マス。結構なマスだよね。3か、3マス、3マス、3マスだったらいける。あ、3マスギリギリいけそう。あ、大丈夫かも。よしよし、じゃあこれでちょっとこの辺にガーデンライトを置いて、うん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 、でフラミンゴのオスをちょっとね、この辺近辺に置いときたい感じがするから、フラミンゴのオスを飾る。あー、いいんじゃない。あ、ぽくなった。あ、これだけでも全然十分。あと、ここにお家が建てられるかどうかだね。早速ね、ちょっと案内所に行ってフラに交渉しに行きましょう。あやのんさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも。インフラ整備の相談がしたいです。インフラ整備の相談だもね。今ならこういう相談に乗れるけど、具体的には何をご希望だのも。区画整理がしたいです。どの建物を移設したいのかな。住民のお家。うんうん、この島の住民の中で誰の家を移設したいのかな。フララちゃんのやつ。フララさんね、了解だなも。これには工事費用5万ベルかかるけど、フララさんにお家の移設を提案してもいいかな。お願いします。了解。じゃあフララさんにお家の移設を提案してみるだなも。ちょっと連絡するから待っててね。お願いします。てんてんてん。というわけなんだもよ。どう？あやのさんが提案してくれている場所に、フララさんのお家移設してもいい？うんうん、全然オッケー。島の中で場所移動なんて新鮮な気持ちになれそうだみん。うんうん、賛成してくれてよかったなもの。じゃあ、あとはあやのさんと僕に任せてちょうだい。任せておくれ。それじゃあ、えのうさん、話も無事まとまったことだし、工事費用をいただいて、次はフララさんち、移設場所を探してきてほしいなのも。移設先の土地を確保する、移設キットをポケットに入れておいたから、ここだと思う場所にセットしてきてね。もちろん。行ってきまーす。
よし到着。じゃあここにね移設キットを立ててみよう。立てれるかな。立てれませんって言われたらどうどうしよう。ちょっとここに移設キットを立てる。あ、ギリギリ大丈夫そう。想像してみる。どんな感じ。あ、できたできた、やった。ここに決めちゃおうかな。決めます。オッケー、やった横浜ギリギリあった。クララさんの引っ越し先を決めた。新しい場所気に入ってくれるかな。え、よかった。ここ横幅足りた。嬉しい。ここだけ塗っとこ。オスのフラミンゴ、メスのフラミンゴも持ってくる。オスだけじゃな。メスのフラミンゴどっかにいたはず。メスのフラミンゴ、あ、いいじゃん。あ、こんな感じ。フラミンゴとフラミンゴ、フララのお家だから仲間が一緒に住んでるみたいな感じになった。で、プールだけど一応なんか水飲み場みたいな雰囲気のね醸し出している。うんうんうん。あ、そうだ、ここにさ貝殻の噴水とか置いたら可愛いんじゃない。ちょっと貝殻の噴水持ってこよう。よし持ってきた。ここにね貝殻の噴水置いたらちょっと可愛いかも。あ、置ける場所がない。あ、もしかして場所が足りないのかな。あ、いけた。え、可愛いんじゃないこれ、貝殻の噴水。こうお家立ったらさまた雰囲気がガラッと変わるから、そう、合う合わないはちょっとお家が立ってからしかちょっとわからないけど、あ、いい感じになったんじゃない。はい、ということで今日はフララのお家を移設してきました。お家がね立ったらまた雰囲気がガラッと変わると思うので、また明日見に行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またね、バイバーイ。